はい、こんにちは。こんにちは。えー、ドイツにお住まいのオペラ演出家、鶴悦子さんと、京都の能楽師、松野博之がお送りしております、うオペラと能の対談でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えーと、今日はですね、えーと、この間、ちょっとお、私の師匠が、 えー、解説をしているときに、私がそれをよく横で聞いておりまして、ああ、なるほどというふうなことがありましてですね、えー、そのお話をしようかなと思っております。はい、で、えー、どういったお話かといいますと、声についてです。はい、声の、まあ、出し方についてなんですけれども、はい、僕ら、声の張りっていうことをよく言うんですよね。うん うん、あのー、僕もそのずっと師匠に、えー、声をもっと張れとうんん、うん、いうふうに言われておりましたんんで声を張るって一体何なのかなと、うんうん、大きな声を出すのかというとそうでもないんですよね、うんうん、で、えー、この間そのことについて言ってはったのは、えー、張るということはですな はいえーまあ紐なりゴムなり何な,なりがこうピーンと張っている状態なわけですわ。ピーンと張っている状態というのはどっちかが弱かったらこっちの力だけになってしまいますよね。はい、でそのこいつとこいつが気候を保っている状態が声の張りにつながってくると。で、えー、それは何かというと。 声を出す力と引く力なんだというふうな話なんですよね。引く力っていうのは、ごめんなさい、引く力っていうのは、声を逆に出そうとする力じゃなくて、出さないでおこうとする力。またはその、声は例えばこういうふうに出ていきますから、この逆のことでこっち側サイドですよね。うん 人間の体でったら前、後ろで口、お腹これが一本の線だけじゃなくていろんなところで亀甲が溜まっている状態というのが声が張っている状態というふうにお話をされてました。で それが、えーまああのー、僕らのー能楽師の声の発声の方法なんだというのがうんん、えー、なるほどと思ったわけですよね。結構僕らってその言葉にするしてどうのこうのっていうのがないんですわ。だから僕らやったら声を晴れなんですよ。 <laughs> 教わることは声を晴れなんですよ。じゃあ、晴れは一体何なのかっていう。うん、あのー、非常にアバウトな感じ。オペラの場合は、あのー、こう、音を当てるときに、こう、まあ。 こまあ、頭上にだあの男性とか女性とか音が高めなソプラノとかアルトとかによって、まあ、ちょっと当たる位置が違うんですけど先週こう、はい、上の方に当てるんですよねののこのあの頭蓋骨のどこかに。で、うん、それと同じように支えっていう形で下に引っ張れっていうふうに言いますけどね。

なんかう,ただうるさいだけなんですよねそこが、えー、そういう反対の力をつ、うん、使うというか、えー、作ることによって声が張っていくというような感じなのかなと、うんうんうん、ただ「声を張れ」っていうのは結構こう大きめの音を出せっていう意味とは全然ないんですかピアノっていうか小さい声でも音を張れって言われるんですか あのえっと声の大小ということに関しては、うん、実はあんまりそのこう、えー、注意がないんですよね。というのはどういうことかというと、まあ、ここからここまでこれ小さい声です。うん、でこの時点ではダメなんですけど、うん、ここを超えた場合えた場合。うん 大きな声声と小さい声がありますよねあの一定のところを超えると、しゃべってる声では話にならないんですけれども、うん、一定のところを超えたときには、その声は大きく出せ、うん、小さく出せっていうのはあんまりないですね。ごめんなさい、もう一回そ、おのってその音階みたいな感じで芸、ゲイ、中情ってありますよね。はいはい。でそこ、それとは全然違う話ですよね、違う話です違う話です。 <laughs> お音じゃないです。西洋音楽の場合はピアノとかフォルテとか書いてあってこう小さい音で歌音を出してください大きい音で歌ってくださいみたいにしてこう最初から書いてあるんですけどそもそもそういう強弱記号ないですよね歌い物に。まあ静かにとかっていうのがあるんですけれどもあ,あるんですか一応、うん、あるんですけどそんなに頻繁に出てこないです。うん うん、結構同じ一定量を保ってるんと言った方がいいかもしれません,、うんうん。あの、えっと、さっきの話、その、オペラで、その、先生が、えー、生徒さんに教え張る場合、どこら辺まで具体的なことを言うんですかね。かなり具体的に、その、えー、こういうふうなことをしろっていうのか、 強弱のことですかそれとも声を張ることに関してですか、うん、全,全般に言えることなんですけど。いや、もうこと細かく言いますよね。生き数1まで全部決められますかここじゃなきゃ生数う静かなとこから始まってとか、クレッシンドをここからかけてとか。いや、かなりそうしたら逆になります。僕らはあんまり細かく言われないんですよね。うんうん、うん。なんか自分で考えろという姿勢ですわ。うん そのゼアミとかが作曲した時にそこまで細かく書かなかったってことですよね。そもそもうんとあそうかあの今の本とは違いますからね。違うん今、うん、今使っている本というのは、うん、あの変わってきている本なんです。 耐性版っていうのを使っておりますんで、まあ、僕らの関税の流のことで言うならば <laughs>、うん、その世阿弥が直筆の本を書いた時代とはまた違ってきてますよ、ね、う,んうんその原,原版はもう使わないんですか、うん、存在しないんですかいや、はい、あるんですけれども、うん、使わないですね。ははははははん、そもそもえっと、うん、例えばこの間からやってる鶴亀ってありますよね。はい あの強銀は後からできてきたもんなんですわ。ほう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 。もともと、あの、もうちょっと違う、あの、音程の取り方みたいなのしてたんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんです。だ今やってることは、あの、その、大昔にやってたものとはまた違うもんです。おお<ー>。うん。えー、で、どれでも OK って感じなんですか いや、どれでもっていうか、今は決められたものがありますよ。うん、今はだからの時その時その、その時で決められたものがあるわけですわ。うん,うん、それが昔のまんまずっと同じ感じでやってるかって言ったら、そうじゃなくって、その都度決められたものが変わっていくと。そうんえ。で、誰が決められたか、それは。まあ,あの、家元なり、あのー、その戦いきさつに関しては僕もよく分かってないです。ううんんうん。うんうんうん あの西洋音楽の場合は原点版というその作曲家が書いたものをそのままこうなるべくなるべく忠実に読み,読み解いてあのプリントするプリ、まあ、昔のもの昔のうのは全部手書きなので、まあ、結構こう読むのが大変なんですよねあのゴミとかインクの汚れが多分ついて点なのかこれが音楽なのかみたいなそういうのとかもこうすごいこう研究者がいてずっと研究をして原点版というバージョンがあるんですね。うん うんうん、でそれとはまた別にその改訂版っていうのがやっぱりあってあのこう書いてあるけどこれは間違ってるんじゃないかとかこう現代人の感覚に合わせてちょっと書き直してその現代版の楽譜が売ってたりとかするんですそのあ近いですよそれにうん,うん、うんうん、あのえっとその昔の,あの本 に書かれていることなんかは何とか盆による演出みたいな感じでやられたりとか <laughs> えといわゆるあと古式古い式ですよね、うんうん、というふうな名前でやったりとか <laughs>、うん、あのそういうふうにあの今とは違う演出だったというので <laughs> あの昔のやつを出してくる時はあります。やっぱりうん、うん、なるほど、ねだから うん、近いなと思うのはやっぱりそのずっと変わっていっているんだろうなと思います。そうですね、うんあのえっと、オペラでその声のどんだけあるんでしたっけ基本的にだいたい7個かな。7つ,7つかな、声でダンス。女性が3つ、男性4つかな。うん で、男性の一番高い人はがあのカウンターテナー。で、そこは女性のどの辺に入ってくるんですかダンス女性のアルトと同じ。だから、こう。ソソプラの一番高いのがソプラのメッアルト、うん、アルトとカウンターテナーがほぼ一緒で、そこからテナー、うん、バリトン、バスですね。あ、なるほど、なるほど。うん、はい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 。うん そういう感じなんですね。はい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 。おのないですよね。はい、声が高い人も低い人も全部ごっちゃ混ぜですもんね。ないです、そうそう、ないんです。<laughs> すですそうです。うん。うん。た多分僕はかなりたあのどちらかというと高い方やと思うんですけど、低い人とも歌いますし、うん、高い人とも歌います、うん。すごいですよね。それを じゃあ高いく出さなきゃいけないときは声を張れって言われるとかそういうことでもないってことですよね。えっとねっい高い音と張りとあんまり関係ないんです。関係,関係ないとか、うん、ちょっと違うジャンルの話なんですよ、ね。そうかそうか声を張れっていうのはこの声の質のことを言ってんであって、うん、高い音を出せとか、うん、大きい音を出せとかいう意味ではないってことですね。ではない。うん。<laughs> <laughs> というふうな感じかなと思います。うんうん えいね、というふうに、ちょっとですね、今、えー、今回、ちょっと、声のことについて、うんえー、お話しさせていただきまして、まあ、オペラもそういうふうな、あのー、気候を保つという,うふうに教えていただいたんで、あうん、まあ、やっぱ舞台上で何か声を発するっていうのは、ある程度そういうふうなものがないと、あかんのだな、という気がしております。うん その私たちがよく言うのは声帯っていうのはまあゴムみたいなこう2つのこう筋肉があって、うん、その筋肉がこう動くんですよね、うん、間をこうパカ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 開くことでこの間に空気が入って音が鳴るんですけど、まあ、声帯っていうのはここにこういうふうにあるんですけどでこの これを引っ張りすぎると力で、うん、あの硬い音になってしまうし、うん、引っ張らないと柔らかすぎて音がちゃんと響かないしみたいな感じなんですよね。だから、なんか声を張、引っ張るっていうのは、引っ張るっていうのはどういうことなんですかこの,この声帯を力を入れてグって引っ張りっていうふうにやる状態が、声、え、が、ー、きれいに響かない。で ここを全く筋肉を緩めた状態でハーってやってると、ここがきちっと閉じないので筋肉があのハスキーみたいになっちゃってはーってなって響かない。ので、ここのこの補正体のを引っ張るその、まあこ、これも無意識の筋肉なんで直接ここで引っ張れっていうのはできないから、うん、周りの筋肉を使ってう動かすわけなんですけど、でこれを程よい。うん テンンションに保つってていいうのが一番大事と言われまいはい。なんとなくその声を張れっていうのが、なんか私の勝手ない想像だと、張るっていうのが、ここの,その生態のことを言ってるのかなと思ったんですけど、そういうことでもないんですかね。ちょっと違うような気がしますね、うんでも、でもそこもありですよね、だからそれも結構、気候を保つために、うん、自分のパワーとの兼ね合いですよね。うん オペラ歌手の場合は、ここの,その声帯の張り具合をどれぐらいの,の,その強すぎず柔らかすぎずの,その微妙な位置に保てると、うん、声が本当にいい,い,いところにこうき,きちっとこうやわらあの響くけど柔らかいけどいい,いい音っていうか、ちゃんとのその筋肉はでも動かないですよね。んいや、声帯の筋肉はなんか動きますよ。<や>意識で ここだけを動かすことはできないので人間はここは無意識下の筋肉なので、うん、トレーニングをしてただ例えばこの辺の周りの首の筋肉っていうの動くんですよねこういう風うにしたりとかこういう風うにしたりとかでここがえっ、ー、とその生体の筋肉とつながっているのであのそういう形で例えば喉を開けてとかって言われてこうこの辺の中から開けていくと生体もこうちょっと動いたりとかあの、うん、なんかうん,んあ猫が鳴くようにやりなさいとかとかっていうやき 要するとまたここでがこうでがの辺から動くみたいな,、うん、なんかそういういろんなそのイメージ、うん、の言葉を使ってこの生態をあのいいところに持っていく感覚を作るみたいなのが声発生練習の一番根幹かなと思いますけどなるほどなるほど、うん、ほう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 ,ほう、うん、なんかまあ意識下の中でないものなんでいろんなものを使っていかなきゃいけませんもんね そうですね。そうですね。はいはいはい。なるほどなるほど。いやいや、ありがとうございました。えーとはい、ちょっとこう、声についてお話しさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、はい、失礼します。失礼します。